はい、ちょっとですね、軽く山道になっております。まあそんな長い区間じゃないんですけれど、こういう、あ、でも結構傾斜的には急ですね。で、回転数、おー、今2000回転ちょっとぐらいまで上げたんですけれど、ぐっとやっぱり力強く登ってくれますね。荷物かなり積んだ状態でもトルクフルに走ってくれるんじゃないかなっていうのを伝わってくる、加速感でした。で、特にこの手の車ってスピードが出るようにというよりは、重い車の、重い荷物を乗せていてもしっかり走り出せるようにっていう、そういう調整がなされておりますので、その点はですね、まあ、当たり前といえば当たり前かもしれないけど、でもその力強さしっかり感じる。で、なおかつなんかこう、なんだろうな、ストレス感がないんですよね。回転数上がります、で、あとちょっとこうエンジン音が大きくなりますっていうのはあるんですが、でもそれがそんなにですよ、そんなに支障の出るようなものじゃないんですよね。はい、こういうですね、ちょっとタイトめのコーナーかつ狭い道というところを走りましたけど、あ、でもしっかり行くじゃないですか。はい、では、伊達市保原町の中をちょっと走ってるんですけれど、ちょこっと用事済ませていきたいと思います。はい、用事を済ませました。福島日産福島蒲田店に向かいます。用事を済ませてる間にですね、雨降ってきました。ちょうどですね、こう水を巻き上げる音とかが聞こえてきますが、まあここはどうだろう、普通の車並みと言っていいのかな。ちょっと巻き上げる音は聞こえますね。ただやっぱりこう巻き上げた音は聞こえるんですけれど、ちょっと遠い感じがするっていうんでしょうか。なんだろうな、感覚的に、まあ、乗用車と比べた時に、もちろんですね、このタイヤのついてる部分と自分の耳の高さっていうのがかなり高低差があるので、そこでこう、まあ、距離が遠く感じるのかなっていう感じはあります。まあ、これキャラバンだからというよりは、このタイプの車全般に言えることだと思いますけれど、まあ、そういったところもあって、やっぱりロードノイズあるんだけれど、なんか思ったほどのこの不快感みたいのはないのかなっていうふうに思いますね。今日、まあ、この車そんなに長い区間じゃありません。まあ、最終35キロぐらいの道のりになるかなと思うんですけれど、まあ、そんな中でも高速道路も乗りましたし、今みたいにちょっと山道で、あと実は動画にできてないんですけれど、用事を済ませる中でかなり急な傾斜の部分、ごく短い区間ですけれども登りました。そういった中でもですね、このパワフル感で、なおかつパワフルだけどもこう、うるさいノイズっていうのが、まあ、エンジン音ですね、特に回転数が上がってそのエンジン音が上がります。でもそのノイズがそんなに不快なものじゃない、静かな車だと私言っていいんじゃないかなって思います。そういったところでですね、特にキャラバンマイルームはお仕事で使うというよりは、趣味の車として使われる方がほとんどだろうなって思うんですけれども、そういった中でもですね、快適に乗っていただけるんじゃないかなって思います。まあ、今みたいにロードノイズの少ない場所で巡航していると、商用車らしいというよりは、まあ、ディーゼル車らしい、こうぐーっと低いエンジン音が聞こえてはくるんですが、なんかそこもちょっとマイルド感がありますし、いいなあ。あとですね、まあ、4駆のモデルでこの商用車で、検証した方がいいなって思うのは冬場の道ですね。特に後ろが空荷の状態で走った時に、冬場ちょっと積雪してる場所とか、なんなら凍結してる場所とかで、実際どんな感じの走りになるのかなっていうところは、まあ、安定性とかですね、そういったところは少し注目して、また改めて冬になりましたら検証したいなって思います。このキャラバンマイルームですね、まあ、車の特性上というか、仕様の特性上、長距離を走る機会が多い車になると思います。遠くに出かけました、そんな中で
快適な車中泊をしたい、あとは自然の中で快適に過ごしたい、そういった方に選んでいただける車かなと思いますので、そんなところも踏まえて、またもっともっと長距離を乗った時にどうなのかなっていうところ、今日は本当長距離というにはかなり短い区間になりましたので、もっともっと長いところを走った時に乗り心地だったりとか、あとは、まあ、あの運転の疲れの面ですね、そういったところレポートさせていただきたいですね。おー、ちょっと雷が鳴りました。あのごめんなさい、全然関係ないんですけれど、 A さん雷嫌いなんですよね。今稲妻がバババッと走ったんですけれど、あの今日は雷嫌いの A さんが隣にいなかったので良かったなと思います。あと1個、あの欠点というほどのことじゃないんですけれど、あのちょうど雨降ってて Wi-Fi かけて気づいたのが、結構モーター音が、ワイパーのこの駆動音は聞こえますね。これ車種によっては、まあ、ノートとかオーラとかもかなりここ静かで、エクストレイルぐらいになるとほぼ聞こえないぐらいのモーター音になるんですけれど、これはあのしっかり聞こえます。当然ですね、すぐそこがワイパーの付け根になっていて、ね、まあまあまあ聞こえますよ。そんなところありますけれど、でも全体を通してみたら、このキャラバンという、まあ、商用車で、そしてディーゼルの、モデル今日乗っておりますが、それを踏まえた上での静粛性っていうのは本当に非常に高い車だったなと思います。あともう一個、あのこれも欠点っていうほどのものじゃないんですけれど、特に YouTuber 目線で言わせてもらうと、 USB の電源ソケット欲しかったなって思います。まあ、あのここにですねシガーソケットのコネクタありますので、まあ、そこに対応した、USB 充電器挿していただければ全く問題なく使える部分ではあるんですけれども、まあここ1個だけですからね、このコンソール周り、もうちょっと、USB の充電器があのあった上でシガーソケットも1個できれば2個ぐらいあると私としては結構嬉しいです。はい、あの特にですね、こう運転中、今もそうなんですけれど、電源取りながら撮影するしたいなっていうシーンもありますので、そういった時にあったらよかったなというのがその部分。まあそうでなくてもですね、あの今スマホで充電しながら、スマホを充電しながら走るよっていう方は大多数じゃないかなと思いますので、そういったところの使い勝手もっと向上するといいなというふうに思います。まあ、そのあたりが乗用車なのか、それとも商用車ベースの車なのかっていうところの差にもなってくるんですけれど、でもプレミアム GX ですからね、上級モデルになりますので、そこもちょっと充実してると嬉しいなというのが私の正直な感想です。はい、では福島日産福島蒲田店到着いたしました。最後に、燃費の報告させていただきたいと思います。はい、到着です。では最終燃費報告いたします。こちらです。福島日産の福島郷の目店を出まして、走行距離が 34.5 キロ、平均燃費がリッター 11.0 キロとなっております。いかがでしょうか。本日はディーゼルの4駆のキャラバンマイルーム乗ってまいりました。6割7割ぐらいは高速道路の走行でしたかね。そんな中での燃費の結果となっております。今後もこのキャラバンマイルームいろいろ試して乗っていきたいと思っておりますので、お楽しみに。福日橋 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。